アルファこんにちは、 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。今回なんですけど、最新エンドコンテンツエデン魔法パーティーで風属性挑んでいきたいと思います。はい、こちらなんですけど、はい、まあ、編成アリゼイちゃん、モグちゃん、ユーナ様、キナちゃん、アルフィノです。まずはユーナちゃん開幕ゲージため戦技、アルフィノは普通にアビで攻撃で、ジョルト次のターン即発になります。でモグちゃんなんですが、覚醒1風のラプソティ使ってます。これでヘイストを入れる感じですね。でバフもかけると、でティナちゃんなんですが、覚醒1こちら炎ですね、これ使っていきます。まずは炎の覚醒1です。これでアビ2回発動にするという感じですね。でユーナちゃんなんですが、ここで新奥義使って踏みとど入れて回復します。モグちゃんは千アビでジョルト使いますと、また次も即発になります。スキャッター、これは追撃ですね。ジョルト確率発動、はい、これで、6戦使って風まといにします。アルフィノはゲージため戦技6戦ですね。でモグちゃんは千アビでバフをかけていきながら回復、これ今確率発動ですね。風のハーモニー2回使っていきます。確定分2回目。でユーナ様なんですが、ここで魔石使っていきます。で即発でアリゼお嬢様でチェインを入れます。このエデンなんですが、これすごいんですが、3連なんですけど、こう標識を3回割ってくれるんですよね。3連撃じゃなくて3回攻撃みたいな感じで、なので標識が1回に3回割れるという感じです。でティナちゃんは新奥義使って風ですね、まといを重ねていく。アルフィノも新奥義使ってまといを重ねて限界突破レベルを1上げていくと。でモグちゃんはバフですね、風のハーモニー1000アビ使ってきます。こちらが第1フェーズ。アリゼお嬢様は1回ジョルト使っていきます。1回食らってからユーナ様 D 角2使いますね。即発で2ターン短縮、これが結構でかい。でティナちゃんは千アビライオットソードで標識を解除していく。でアルフィノなんですが、ここで覚醒使います。ダウンバースト、こちら追撃の風攻撃ですね。でモグちゃんなんですが、フィーバータイムずらすのもあって6戦使ってます。アリゼお嬢様はジョルト追撃のスキャッター、エデンで弱体一発。でユーナ様でオーディンのアビリティ、これで防御力小、魔法防御小のデバフをかけます。で DA 顔の練習で回復。でティナちゃんはライオットソードで煙突攻撃。でアルフィノはすごいスピードが速いので、ここでフィーバータイムの前に攻撃を一発入れます。でフィーバータイムの前にアリゼお嬢様は新奥義使って限界突破レベル1は入れます。でアルフィノですね、いいダメージできます。で確定分2回目覚醒ですね。でここでパッションサルサ、これを使ってデバフとフィーバータイムがここで入ります。でそろそろフェーズ移行がきます。ユーナ様は攻撃、これ結構ダメージ食らうんですが、ここで踏みとどを使っちゃいます。2回送り、ここで煙突攻撃ユーナ様もしてくれると。ちょっとアリゼお嬢様は一瞬ちょっとずらしました。まとい剥がしが来るので、新奥義の恩恵で次の攻撃をすると新エレメントモード、そこでまといを1枚入れれるので、スキャッター追撃
確率発動でインパクトもう一発いってくれました。だからありがたいですね。でアルフィノの攻撃覚醒で確定分2回目バエアロアンチヒール、これでフェーズが移行しましたね。で現在踏みとどは使っているのでカウントが来るまでには入れ直しもしなきゃいけなくなります。でスリップが来ているので継続ダメも入っているのでここも気をつけなきゃいけない。フェーズ2に気をつけるポイントはここですね。まずここで踏みとど入れます。で2ターン短縮でティナちゃんはライオットソードでアルフィノでチェーンをここで入れ直します。第2フェーズ入ってユナちゃんで踏みとど超絶速発2ターン短縮 でそこでアルフィノはチェインを入れます。アルフィノチェインでいきます。でアリゼお嬢様はそのチェインに合わせて D 角を入れます。 D 角の恩恵で健康デバフが入れることができます。でアリゼお嬢様の D 角でチェインも稼ぎユナちゃんゲージ溜まってないので線浴びで攻撃しながらチェーンを稼ぎつつ回復とで追撃の回復もあります。 DA 顔の練習で回復アンチヒール入っているのであまり回復しませんが回復していきます。今のところオーバーヒールでライオットソードを使ってきます。幻突防御無視はあるのでここで強式割ってきます。2回攻撃でチェーンを稼ぐダウンバーストでペイントリガーが今来たのでエデンのペインが4まで来ました、ね、でアルゼお嬢様はシンクロを使います。ペイントリガーは7で下の赤玉を攻撃してペインを止めます。最初は0で247と付与されていきます。最終フェーズだけペインが10になるんですけど10になると追撃が来るのでかなり危険になるので7で止めておくのがいいんじゃないかなと思います。アラガウチからアリゼお嬢様のシンクロここで使っていきます。第2フェーズを突破する準備を今していきますね。でティナちゃんなんですがもう覚醒位置が切れてるんですがアビリティで攻撃していきます。ライオットソードでモグちゃんは覚醒2みんなにダンシングでフルブレのバフを入れつつ短縮で追撃回復もあるのでここでバフをかけていくという感じです。でアルフノは線浴び使ってチェーンを稼ぐでちょっと微力の中から追撃回復もやっていくとひなちゃんの攻撃追撃回追撃のダウンバーストこちらも合わせてチェーンを稼ぐ。でアリゼお嬢様は右アビ使って3ターンダメアップをまず付与します。でジョルトの効果で次は速発になります。で3ターンダメアップを入れるとでこちらのグラビジャ食らってからユナ様は覚醒1を使います。チェーンを稼ぐつつ追撃だと絆の結晶で回復もあるのとそれはでかいんですがここでリジネガを入れます。でこのタイミングでモグちゃんは覚醒1をもう1回使いバフをかけていく。でここでペインが7になっているのでここがポイントなんですがここは僕のパーティーの編成のポイントになってくるんですがティナちゃんでケイオスインフェルノ覚醒1炎を使っていきます。それを赤玉にターゲットを当ててここでペインの一旦ここで終了という感じですね。でこれを倒すとダメージゼロなんですが壊れてオーバーフローいいダメージが出ます。でその後に反動でダメージ食らうんですがここもそのままいきます。でアルフィのパイセンはそのまま線浴びまだ覚醒の効果が残ってますと。でモグちゃんでバフをかけつつ回復
アルビノもいい感じにダメージが出てると。ここなんですが暫定付近、だいたい24秒ぐらいで確かバフが切れると思うので、かけ直して暫定付近使ってデバフを入れていきますね。魔法防御章、防御章が加わります。で、絆の結晶と D 笑顔の練習で回復は割と余裕があります。で、モグちゃんでバフをかけつつ回復もすると、オーバーヒール気味でいきます。この後カウントが終わってドカンと全体に攻撃が来るので、オーバーヒール気味で、アリゼボジョーさんも攻撃、スキャッターは追撃、ブラックマナバースト確定分2回目、ブラックマナバースト確定分3回目で、ヒナちゃんなんですが、インパクトはこれシンクロでやった線浴びですね。ヒナちゃん こちらで覚醒の風ですね、風核を使っていきます。風の耐久がなしになります。で、限界突破レベル1アップ で、まといも重ねると、エターナルブレス、ここで攻撃を食らうと、踏みとどは使わずと。で、ここで継続ダメージ食らっちゃうと危ないんですが、今踏みとどは使ってなかったんですが、踏みとどを使った場合継続ダメージ食らうとかなり危険になるので要注意という感じです。で、ティナちゃんと、ティナちゃんはこれから覚醒3を使います。で、アルフィノはシンクロを使います。モグステップで回復、クロスメルトン覚醒3ですね。チェーンを貯めつつ限界突破レベルも1上げてくる。これの追撃もかなり強力になっているのでおすすめではあります。アリゼお嬢様は左上げ、追撃スキャッター、確定分2回目、ブラックバナバースト確定分3回目で、ここでシンクロリでインパクト線浴びですね。で、ユナ様は機械送りで攻撃しながら回復、覚醒2なので2回発動で、キズラの結晶で追撃回復、アルフィノは暁の少年シンクロ使ってマートを偉大にしつつ攻撃してチェイも稼ぐと。ただ幻突攻撃なのでかなり要注意ですね。踏みとど使いました、まあ、ここは焦らず回復を追撃でモグちゃん千浴びで伝説のハーモニー2回発動プラス追撃回復狙えるので少しずつ回復していきたいと思います。ナイス追撃回復、焦らずに、あれ幻突攻撃してもすぐに攻撃が飛んでこないので焦らずですね。で、リジネが入れとくと安心ですね。で、フィーバータイム来ました。で、ティナちゃんなんですが、ここライオットソード覚醒1の効果で2回発動39,990、いいですね。で、追撃へもう一発、これは確定分じゃないやつですね。で、追撃ウィンドノバ、これなかなかいいダメージ出てます。で、アリゼお嬢様左アビいいダメージ出てますね。スキャッターは追撃で、確定分の2回目で、確定分の3回目いいダメージ出てますね。で、インパクトはシンクロで、線アビです。で、最終フェーズと突入しました。これポイントなんですが、 51% 以下ぐらいだったらこのタイミングで魔石エデン使うと 50点何パーだったら一撃でフェーズ移行できてできるんですけど、51ぐらいでも2発ぐらい、2連撃目ぐらいで、3連撃目でフェーズ移行突入できるので、そうするとアンチヒールとかあの辺のデバフを回避することも一応できます。で、その調整はちょっと難しいっちゃ難しいんですけど、僕はこのタイミングでモグちゃんがちょうど来るので、このタイミングで僕はエデンを使います。で、強式3段入ってるので、ここでまず1回解除、4段か、最終フェーズだけ4つ入ってるので、ここで3回強式を解除していきます。で、ティナちゃんは防御武士の攻撃あるのでチェインは切れてるんですが、ここで攻撃してきますね。で、アリゼお嬢様は即発で3ターンダメージアップするために右アビを使います。ティナちゃんはチェイン関係なしで攻撃して強式を割っていく。で、ここでポイントなんですけど、踏みとどさっき使っちゃってます、第2フェーズの後半で。で、フルブレのバフも切れちゃうので、ここで
君の背中、覚醒2使ってきますね。フルブレを入れつつ、かけ直しつつ、ゲージを1個貯めて、回復。踏みとどを入れると。グラビジャ食らいます。で、アルフィノはここでチェーンを入れます。伝説のハーモニー。こちらで回復していきたいかなと思います。この 50% になった最終フェーズ、ここから行動キャンセル来るまでがかなりの一番難しいところ。一気にペインがもう7になってます。ここすごい早くペインのベー上がってしまうので、ペイン10で戦う方もいると思うんですが、僕はペイン7で止めるの で即発でいけるアリゼお嬢様で攻撃で7で止めますと。でティナちゃんでは今リミットブレイクチェーンも使って即発行った後に、次はシンクロ2を使います。シンクロ3か。でユーナ様は継続ダメ来てるのを、スリップを解除するために覚醒1ですね使ってリジネが入れつつ追撃回復プラスあのチェーンも稼ぐと。でティナちゃんはシンクロ3、アルフィノはまだシンクロアビが生きているので攻撃でチェーンを稼ぐと。でモグちゃん即発ではないんですが、このカウントが来る前に森のノクターン、これで3ターン全体短縮を入れつつバフも入れると。でアリゼお嬢様はここで覚醒エンボルドンを使っていくという。ここちょっとカウントがもう1になってるので、ここはタイミングいいと攻撃が入るんですが、ここはタイミングかなりあります。でモグちゃんシンクロここ入ればいいんですが、ナイスティーナちゃん攻撃入りました。ナイス、おナイス、これで行動キャンセル前にシンクロも入れれました。ユーナ様も攻撃できると。で追撃回復もあるので、ここらで笑顔練習、これが覚醒2の追撃で、絆の結晶、これは覚醒1の回復で、このタイミングで来ました、行動キャンセル。ここで踏みとどは使ってませんと。でここで攻撃していく感じですね。モグちゃんでまずは1回右浴びにしました。で斬鉄剣、これで最後のユナちゃんのデバフですね。これ入れることによって魔法防御小、防御小が付与されます。で今覚醒1と覚醒2の恩恵があるのでオーバーヒールでいけます。笑顔の練習と膝の結晶で、ここでユナちゃんは D 角風を使います。でアルフィノはシンクロまだ生きているのでシンクロです。追撃じゃなくて、シンクロで1000アビ、これは幻突攻撃になるのでかなり危険ですが、踏みとどは使っておりません。うまくこうオーバーヒールしていると幻突攻撃踏みとどを使わないでいけるので、そこをうまく調整してます。でモギちゃんはここでマジックダンス1回目使っていきたいと思います。ここでマジックダンス1回目、シンクロアビリティの左側のアビでマジックダンスを3回使うことによって魔法のバフをかけれるので、最後追い込みですね。ここでいきたいと思います。いいダメ出てます。ティナちゃん追撃でグラビジャ来ます。これ結構ダメージは食らうんですが、フミトドは使ってません。アルフィノの攻撃、シンクロ、攻撃左アビインパクト、スキャッター、インパクト、インパクト、エンボルデン
で、ここあたりでマジックダンスの2回目を使います。マジックダンス2回目、3回中の2回目をこれ使います。ペアちゃんの攻撃、いいダメージ出てますね。ライオットソード、これであのトランス状態が解除されて追撃を放つんですが、トランス状態が解除されました。アルフィノのシンクロ最後ですね。ユナ様も攻撃、煙突攻撃してくれてます。レイガーの練習で追撃回復、絆の結晶オーバーヒールしてます。ダークレア、そろそろもうタイムリミットまであとわずか。次の攻撃来たら地震みたいな攻撃、それが最後の攻撃で終了の合図になるので、もうあと1ターンで締めないとやばいという感じになってます。で、最後のマジックダンス、バッサル、これが最後のマジックダンス3回目の。アルフィノは新奥義、ユナ様も新奥義、そうユナ様は攻撃に最後使います。ゲージをこれ演出がかっこいいです。ちょっとダメージはそこまで出ませんが、演出が見たいのでね。最後アルフィのパイセンが切り札を使ってくれました。新奥義、まだ1ターン残ってたんですが、アリゼお嬢様も新奥義とリビットブレイクオーバーフローと残しつつ、でティナちゃんもまだ余力を残しながら倒すことができました。タイマー46秒62、自己ベスト更新になります。やりました。はい、ここから最後はあのパーティーの編成を紹介していきたいなと思うので、最後まで見てくれたら嬉しいです。 YouTube ライブの方でもね、初見から挑むっていうのを初日にやってたんですが、まあ、ギルガメッシュからやりつつ編成も考えながら、ギミックを食らいながら覚えていろいろ試行錯誤をしたんですが、7時間ぐらいかかりましたね。最後は奇跡を起こすことができたんですけど、よかったら YouTube ライブアーカイブも残してますので見てくれたら嬉しいです。それではですね、エデン魔法族有効パーティーで風属性弱点、こちらパーティー編成いっていきましょう。まあ、スタメンはアリゼお嬢様、モグちゃん、ユナ様、ティナちゃん、アルフィのパイセンとなっております。それではですね、パーティー見ていきましょう。アリゼお嬢様なんですが、まあ、千夜人と英雄専用神器使ってますね。こちらはシンクロ D 角覚醒リミットブレイクオーバーフロー新奥義と並べてます。こちら D 角がかなり優秀で健康デバフができます。パーティーメンバーのね14の数によって変わるという、で0から3人の場合だったので健康デバフができるので第2フェーズの頭の方に使っております。アビリティマテリアはこんな感じですね。モグちゃんなんですが英雄神器、風のハーモニーとパッサルつけてます。で覚醒1、2、シンクロで森のノクターンと6線使ってますね。マテリアはこんな感じです。でユナ様英雄専用神器で1回送り、攻撃用の方のアビリティですね。で、ま、オーディン使ってるのが、ま、魔法防御と防御をショーダウンできるという感じですね。必殺技こんな感じです。2ページ目使うのは覚醒1と超絶で踏みとどの方ですね、使っております。すべては投げつつ、これでリジネが入れて攻撃プラスチェインも稼ぎつつ、絆の結晶がかなりの回復出てくるのでかなりおすすめですね。はい、ユナ様も大活躍です。キャライナンバーワン、マデリアこんな感じですね。魔力編成によってます。ティナちゃんもねかなり育てているので、風の方ではね炎のこちら覚醒1、レンズ品でも交換できるかなり初期の覚醒になっているんですが、こちらはかなり優秀かなと思います。で第1フェーズは覚醒1を使って開幕6戦で風をまとい、新奥義で風をまといで2連攻撃にして限界突破しながら攻撃してますと。でアルフィノパイセン急装備で止まってるんですが、まあ、シンクロ覚醒チェーン役で新奥義も最後はとどめでかっこよく決めてくれました。超絶は保険で持ってきてるんですが、これでリジェネガと回復中と固定回復3000なので、まあ、6000近く回復してくれるんですが、緊急事態用に
サブヒーラーとして一応用意しております。はい、14でもね、原作では賢者使ってるのでかなりヒーラー寄りな感じなんですが、今後の14のこのコラボね、アイテム出るときかなり気になると思います。ステータスこんな感じです。気になったら止めてみてください。ここから魔石なんですが、エデンつけてます。で、今現状こう 3回目のやつをつけてましたね。動画撮影の時に何度か撮影している間にこう周回してゲットしたやつを重ねてます。サブ魔石こんな感じですね。バハムートレシキ、バハムートカイ、ギルガメッシュとオーディンとなっております。継承枠こんな感じですね。クイックアクションと、マジックアップ、こちらをバハムートレシキにつけてます。でバハムート回なんですが、ヒールアップとフィジカルアップ、これつけてます。はい、で継承枠はマックスにゼレてしてます。でギルガメッシュ、ギルガメッシュなんですが、一応継承枠もマックスにしつつ、クイックアクションとマジックアップ、こちらつけてます。で新たに作ったオーディンなんですが、こちらにエンエアロレベル18、これ2発乗っけてます。まあ、今後はちょっとバハム、こちらですね、オーディンですね、オーディンに各属性の円形を2発乗っけていくのを全属性作って、物まで作ろうかなと考えております。はい、これが僕のパーティー編成でした。でフレンドの方はファブラソーサラー、こちらでチェーン、フレンドチェーンを使います。まあ、使うのはあのアリゼお嬢様で即発で使うって感じですね。現在僕のベストタイム46秒62、今回の動画でベストタイムを更新することができました。ありがとうございます。で魔石の方はまだ限界突破マックスになってないので、こちらで魔石を最後に重ねて終了にしたいかなと思います。やっとこれでエデンも魔石を、魔法の方なんですがレベル99にすることができました。継承枠はとりあえずちょっと何を入れていいかピンとこないので、マジックアップ2発乗っけようと考えております。まあ、ちょっと、まあ、ユーナさんを使う縛りプレイではあるんですが、まあ、キャラ愛、好きなキャラクター、アリゼお嬢様もそうですが、アルフィのね14でも結構僕アリゼお嬢様推してるの でティナちゃんね、僕の動画ではもうティナちゃんに支えられて高難度挑んで攻略してきたんですが、ユーナ様もねかなり常にヒーラーはユーナ様を使うという縛りプレイで、好きなキャラを使って風魔法パーティーできたのがすごい楽しくできたので、まあ、究極プレイとかはできませんが、エンジョイ勢として個人的にはかなりいいパーティーで、推しパーティーでできたのでかなり嬉しいです。少しでもね動画参考になったらすごい嬉しいです。DJ ソーラーズメロージャム TV、 ファイナルファンタジーレコードキーパー、コンスタントにライブ配信と動画アップしてますので、よかったら見てくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。